それでは創造花火5号50玉の打ち上げです。はい、まず最初は光のオブジェです。平成7年発表の作品です。綺麗な白い花弁がふわっと消えていくのが魅力的な花火です。平成7年には大曲新作コレクションで賞を受賞、八代全国花火大競技大会では優勝した花火です。銀色ふわっと消えるの綺麗ですよね。真ん中の色とりどりです。はい、光のオブジェという花火ご覧いただきました。次は今いただいているのは水蓮です。平成19年発表の作品です。池に浮かぶ水蓮の花と水面の波紋を表現しています。波紋が広がっていきますよね。この水蓮表現するのは大変難しかったそうで、とても魅力的な、独創的な花火です。広がりの美しいです。はい、次は椿という花火です。日本の美の象徴椿、おーという声が聞こえていますね。東日本大震災復興支援の花火としてこの花火が披露されました。椿美しいですよね。赤いのから、はい、緑の椿という花火ご覧いただきました。次はマウルです。輪切りにしてグラデーションに色分けされた花火です。ちょっと見え方が違います。緑、レモン、紅、紫、青の5色の層で並べられています。あ、見え方が今違いましたね。ちょっと、あ、ちょうどグラデーションよく分かった。色分けされてます、はい、綺麗な色の花火でしたね。そして次はマンダラです。昨年発表された花火です。中心部から広がる美しい岩の世界観が特徴的なマンダラを花火で表現しています。昨年の黒い円周の花火で見事優勝を勝ち取ったマンダラ花火ご覧いただきました。次はご覧いただきました。次はミルククラウンです。ミルククラウン、平成18年の作品です。ミルクを取ってきたらした時に現れる美しい現象、牛乳を取ってきたらした時の現象ですね。ミルククラウン、この花火も、平成18年大曲全国花火競技大会で優秀賞を受賞しています。グランご覧いただきました。次はミラボネです。見事内閣総理大臣賞受賞に輝いた作品です。ミルクの天井でくるくる回るミラーボールに光が当たった、花火をイメージして作っています。ミラーボール、大変この花火も人気があります。とても軽、あ、最高、ありがとうございます。最高の花火ですね。ミラーボールをご覧いただきました。そして次はここでもおなじみダイヤの指輪です。すごいですよね。花火は丸いだけではないんです。平成14年発表の作品でリング、縦爪、ダイヤモンドで構成された立体的なダイヤです。平成14年大曲全国花火競技大会で準優勝、平成17年隅田川花火コンクールで優勝した超尽くしの作品です。次はスノークリスタル。はい、スノークリスタルというのは自然の芸術、雪の結晶のことですね。その透明感と色彩、そして手に取るとすぐに溶けてしまうそうな儚い魅力を花火で表現しています。スノークリスタルご覧いただいております。綺麗ですよね、この花火も。はい、このコーナー創造花火、最後は薄紅色花です。はい、記憶ある方いらっしゃいますか。昨年の桜芸術花火大会ラストのメロディー花火、桜で作った花火です。薄紅色を基調とした可愛らしい花火です。去年これラストに上がりましたよね。美しかったです。はい、美しかったです。